新井大輝は日本の群馬県出身のラリードライバー。父親は2度のプロダクションカー世界ラリー選手権王者である新井敏弘。血液型は AB 型。父が欧州のラリーで活躍していた小学生時代にイギリスに住んでいた。その時サッカーに興味を持ち小中高とサッカー少年として育った。ポジションは常にサイドハーフで。 本性東高校の選手として、県ベスト16まで勝ち進んだことがある。その後東京電機大学の工学部機械工学科に進学し、研究室で主に車のことを学んだ。ラリーのことは、父のやっている仕事程度にしか考えておらず、高校卒業時点でラリーのことは全く考えていなかったという。そのため自動車に乗り始めたのは18歳からと遅め。 車の運転が好きで軽トラックで参道を走っていたが友人に勧められて群馬県内のラリー大会に参加したことがプロドライバーを志すきっかけとなった。ラリーを始めることに関して父、年弘はセンスがあるかどうかはすぐわかるからやってみてダメならやめればいいとのことであった。その後、父のチームの支援を受けつつ、 アルバイトで活動費を苦面しながら短期間で成長を見せ、19歳で学生ラリーストとしてデビュー。2013年は普通自動車免許取得から1年未満であったため、全日本ラリー選手権のオープンクラスに参戦となった。アジアパシフィックラリー選手権と閉催のラリー、北海道でスバル WRXSTI を仮国際ラリーに初挑戦し、 初日で点灯し、デイリータイヤを喫してしまったが、SS1 では A 服組に混じって7位につける構想を見せた。2014年は全日本ラリー選手権の最高峰クラスである JN6 クラスにスポット参戦し、ランキング9位。また、初の海外遠征地としてオーストリアラリー選手権に2戦出場した。2015年の JRC 第4戦ラリー投野では、 年広に続いて2位に入り、史上初の親子ワンツーフィニッシュを達成した。また、TRD ラリーチャレンジ富山では初めてナビを務めた。2015年、トヨタが公募した、トヨタ画像レーシングラリーチャレンジプログラムに応募した、結果、4名の最終候補者の中からかつた木本と、共に育成ドライバーに選出された。かつたも、また、祖父と父が、 ラリードライバーというラリーファミリーの出である。二人はトヨタの WRC 復帰活動を受け持つ富、マキネンレーシングへ派遣され、富ネンやミッコヒルボネンらの指導を受けながら、フィンランドを中心に欧州各国の国内選手権へ参戦することになった。子ドライバーはイギリス人のフィル・ホールと父、トシヒロの元パートナーのグレン・マク・ニール。2016年は、 フォードフィエスタ R5 をドライブし、ヨーロッパラリー選手権出場に続き、世界ラリー選手権のラリーフィンランドにて、WRC2 クラスにエントリーし、自身の WRC デビューを果たす。また、JRC 新シシロラリーの JN5 クラスで、シトロ NDS3R3MAX をドライブし、元回1ドライバーの平気小払い年を46.7秒の大差で破った上、 総合でも3位表彰台に上がった。2017年は大学を卒業し、生活拠点をフィンランドに移す。WRC2 では5戦出場して、最高はスウェーデンのクラス7位。フィンランドラリー選手権では4度クラス表彰台に上っており、ポルトガルの国内イベントで総合優勝を収めている。2018年もフィンランド選手権と WRC2 に参戦。 ラリースウェーデンでは SS タイムで勝つたと日本人1-2を決める場面もあり、クラス総合でも表彰台3位につけていたが、エンジントラブルにより8位に終わった。4月にスポット参戦したポルトガル国内選手権では再び総合優勝を飾っている。しかし最終的にトヨタは育成のリソースを勝つたにのみ、注ぐことを決定したため、新井は TGR から放出されることとなった。 2019年ラリー・モントレーにて2019年は、レカロの支援のもと 86BRZ レースや全日本ラリー選手権、欧州でも、ストドと契約して、アークに、シトロ NC3R5 でスポット参戦。小ドライバーは、女性のイルカミノア。全日本ラリーでは、復帰初戦となる第4戦熊高原で片落ちである、g r p 型スバル。 インプレッサ WRXSTI をドライブし、父の年広や2位の奴、田原文雄に大差をつけて、総合優勝を果たした。そのまま快進撃を続けて、ポイントリーダーの父を追い詰めるが、最終戦福島が、台風19号の被災によりキャンセルされたことで、惜しくもチャンピオンを逃した。TGR ラリーチャレンジでは、小ドライバーとしてもエントリーしている。11月に開催された。 翌年は一岐阜で復活する、ラリージャパンの予行イベントである、セントラルラリーには、マッズ・オストベルグが、WRC にプロで使用していたワークス仕様の C3R5 を譲り受けて参戦した。2020年は、コロナ禍によりキャンセルされたイベントが多くあったものの、全日本総合王者となり、前年はあとわずかのところで叶わなかった、親事故を果たした。 2021年は4月の WRC ラリー、クロアチアにフィエスタラリー2でスポット参戦したが、初日でクラッシュし脊椎を骨折。これにより、全日本でも戦線離脱を余儀なくされた。ありがとうございます。